ィジカルトレーニングちょっと待ってもらいましたけど、まずやろうとしたきっかけから伺いたい。そうです、まあ、きっかけはそのなんつうんですかね、まあそのやっぱりやった方がいいっていうのはやっぱりこう 前から思ってはいたんで、でまあやるきっかけがなかったっていうのもあったんですけど、まあそれでまあ岡田先生とか、まあもちろんジムの会長もやった方がいいっていうふうに言ってて、で国士舘の僕の その岡田先生に相談して、いやまあ近いところがいいんじゃないかってことで、まあ東海大の有賀先生で紹介していただいて、それで始めたっていうのがまあ最初のきっかけなんですよね。やってみてどうですか自分？いやもう本当に全然違いますよね。やっぱりパワーもそうですし、キレもスピードも違うし、まあ、テクニックはまあ違う、まあ、そのジム練習なんですけど、そういう本当に体の基礎の練習っていうのがもう本当に全然変わりましたね。それは例えば、去年の春、はい、ぐらいからやり始めて、5月です、はい、5月でどのぐらいでそれが分かったんですか？7月の試合の時にはちょっともう出てましたね。はい、あ試合でも自分違うなって、もう出てました試合で出るんですよね本当に、はい、練習じゃなくて、もちろん練習でも出ますし試合でも出ると、はい、結局試合で出なかったら意味ないですからね。じゃあなんかその例えば一発だったりスピードだったりキレだったりが全然違う？違います、はい、もう今で言うならもうパンチ力が全然違いますね。へえ、ノップがこうちょっと手痛がるぐらいなパンチを打てるようになりました。トレーナーが痛がる、トレーナー、はい、そうです。ただそのフィジカル鍛えるって言ってもその段階ってものがそれぞれあると思うんですけど、そのパワーだったりスタイルだったり、はいはいはい、敏捷性だったり、はい、それはどういうふうに使うわけですか？基本パワー、今はパワーつける時期で、はい、でそうですね、試合今1ヶ月待ったら、1ヶ月切ったら、1ヶ月切った、1ヶ月切る前ぐらいですかね、そのくらいからもスタミナを、心拍をバンバンいじめてやっていくって感じです。スタミナ系を鍛える感じですね。スタミナって結構その早く戻るし、早くつくし早く戻っちゃうこともあるんですよね。あ、そうですか、はい、元に戻っちゃう。試合後だって1週間とか走んないとすると結構もうミットすぐやるともう歯入っちゃいますし、結構そういうとこあるんですよね。なるほど、わかりました。で、まあ、昨年振り返ってみて、はい、どんな1年でした？いやもう出だしこけた感じですよね本当に、はい、まあね、連覇狙って、まあそうですね、まあでも、まあ別に前向きに言ってましたけど、はい、まあ当然その日向選手との試合っていうのが、ね、はいはい、比較対象どんどんされていくのか。そうですね、はいはい、ご自身振り返ってみてあの試合を、まあ、もうあの日はことはもう何ですかね、まあもういい、もう本当言い訳がましいんですけど、まあだからこれ自分の中で自分の中でこう抑えてる話なんですけど、まあ、あの日は本当に人に言うことではないと思うんですけど、自分の中で思ってることなんですけど、あの日は本当に体調悪かったからもういいやと、あの時のことはもう考えなくていいやっていう感じですね。まあ本当結果的にダメだったんですけど、でも自分の中でそういうふうに、しちゃってます。気づけて、はい、ちょっと知らない人もいるんで、その時もその体調の悪かった、そうですね、脱水症状ですね、完全な、減量失敗です、水分がもう、どうなってたんですか体は？もうだるくてしょうがなかったですね。もうとにかく家から出るときももうだるくて、もうほんとぼーっとしたんですよね。ちょっと油断してるともうほんともうずっと一点見つめてぼーっとしちゃう感じで、脱力感、あともうそれこそ脈拍がもう半端じゃなかったです。もう160とかでしたね、常にです。もう最初測ったときに最初120ぐらいだったんですよ最初で、でその後普通にしてたんですけど、アップもしてないうちに160だったんですよ。で、湯沢先生がこれちょっとまずいなみたいな感じになって、でこう酸素とか吸ったりとかしたらこう120まで落ちたんですよ。まあ、それでもおかしいんですよね。僕普段60切ってるんで、はい、まあ、おかしかったんですけど、まあっていう感じでしたね。そうするとその、まあ、今年はどういう1年に？そうですね、まあでも本当に去年日本トーナメントでは去年焦げたんで、その汚名返上っていうか、まあ、勝たないことにはどうにもならないんで、まあ、勝った時にこれ見ろみたいなことは言えると思うんで。なるほど、あの時は俺は体調悪かった。そうなんですよね。だから勝つまではどうにもできないというか、まあだからうずうずしてる感はすごいありますよね。今だとなんかこう言い訳がましく聞こえちゃう人もいるかもしれない。はい、そうですね。はい、そうです。で言った後はもうめちゃくちゃ言ってます。もう勝った後ね。勝った後に超言ってます。もうめちゃくちゃ言ってます。毎回ブログのタイトルそれにしちゃうから。あの時は去年は脱水だったっていうタイトルをもうずっと常に。
で多分去年の試合で大きかったポイントとしては佐藤戦ですかね。ですかね。まあ、結果の形になっちゃうかもしれない。はい。自分の中ではどうですか。まあまあ結果こそなかったものの、僕まあなんですかね、結構面白かったとか、すごい盛り上がってたとか聞かれるのが多分一番嬉しいんですよね。なるほど。まあ、勝つことももちろん嬉しいんですけど、まあすごい面白かったよとか、あれは相当面白かったっていうふうに言われるのがやっぱり一番好きなんで、はい。そうするとまあ結果はともかく内容では佐藤。そうですね。いやよく勝ったねっていうよりも、でも内容がとか言われたら全然良くない、嬉しくないんですよ。うん、勝って。面白かったというかもちろん最高なんですけど、まあでもまあでもすごいいい試合だったよ、面白かったよって言われたら最高なんで、うんうん、まあそこは良かったなっていう、はい。まあ倒されの佐藤戦あれなんでああいう展開になったと自分で。そうですね、やっぱりでも一発で佐藤さんをこう、うん、こうなんていうんですか、飛ばせるパンチを持てたっていうところはやっぱりそのフィジカルの成果ではあるんじゃないかなと思いますね、うんうん、やっぱりあとスタミナも全然切れてなかったですし、うんうん、あとはもう佐藤さんの狙いすまされたパンチにもう全部ハマってましたね、うん、もう何回も見ましたけど、うん、もう佐藤さんのこの振りかぶる右フック、最初からバンバン出されてますね、で俺何回かこう危ない感じがあったんですけど、それが見えてなかったです、もう全然、うん、ディフェンスの甘さとかも見ました。やっぱり佐藤選手のあと一歩で KO できたわけですから、はい、そこまで行ったっていう、そのまあナンバーワンは誰かみたいなテーマになると思うんですよ、今年は、ね、はいはいはい、本当の日本一じゃない、はい、だそういうところではなんか手応えを持ったかなと思うんですけど。そうですね、うん、まあ、佐藤さんを倒せるの俺しかいないってこう思ってたんで、うん、まあ、今でも思ってるぐらいなんですけど、うんうん、だからまあ、うん、まあ、優勝しますよ僕、うんうん、だからその、まあ、まだねちょっと誰が出てくるか正式に決まってないんですけど、はいはいはい、まあ、佐藤選手はなんか俺が出たらぶっちぎり優勝しちゃうからみたいなこと言ってたんですけど、はいはいはい、どうですか。いやそうじゃないですかでしょうがないんじゃないですかね。いやまあそう思いますよ、普通に、うん、そこはそう思います、まあ、俺もこの間負けてるし、え、悔しくないですか。負けてますからね佐藤さんより強い人がいるとは思えないですし、うん、いやだから、まあ、それはそれこそトーナメントなんで、うん、決勝で当たったらどうなるか分かんないですよ。でも絶対に俺と当たったらどうなるか分かんないっていうのはもちろんありますけど、うん、まあでも優勝するんじゃないですかね、普通に。普通に出てきたら、出てきたら優勝しちゃうと思います、うん、でもまあ決勝で当たったら分かんないですよ絶対、うん、はい、僕もあんまダメージ食らない方なんで、うん、はい、1回戦で当たったら分かんないですよ。1回戦で当たったら分かんないですけど、でもまあ確実に俺が優勝できなくなりますはい、あ、自分もね、はい、佐藤さんと俺がやったら、まあ、佐藤さんに勝つかもしれないですよ、うん、ただ優勝はできないです自分も 2-3 で多分やられちゃいます、はい、自分もボロボロになってしまう。ボロボロになりますね、それは絶対です、はい、うん、そういうところはありますよね。あとその、まあ、ナンバーワンツー争いで、まあ、日向選手がちょっとね、はい、俺を置いといて 1-2 番争い許せみたいなこと言ってましたけど、あ、はいはい、これについてはいや、いいんじゃないですか、言ってれば別に今のうちなら、いや、許さないならあの FEG に言ってくれって俺に言われてもみたいなことはありますけど、はい、うん、その、まあ、日向選手に対するリベンジみたいな気持ちはどうなんですか。もちろんそれはしたいですね、うんうん、まあ、当たろうが当たらなかろうが、でも今年優勝したらの方がこう、なんていうか、でかいこと言うんじゃないかなって思いますし、うん、結局入賞したらどっちかがどっかで負けてるし、うん、勝ってるしっていう、その負けた相手にも勝つことになるだろうし、まあ、でも日向君が 1-2 回戦で負けるとも思えないですけどね、まあ、多分決勝までは来ると思うんで、はい、やっぱり日向選手強いですか。いや強いですよ、もう全然そんな偽物じゃないです、うん、それはもう認めてる、うん、もう僕はもう前から認めてますよ、うんうん、ずっと前から、もうデビューするぐらいから、あ、こいつは強いって最初から思ってました。スパーリングとかしてたんで、うん、彼もね、フィジカル今やって世界取って取ってますから、はい、まあそこら辺はそうですね、まあそうですね、1年経って、うん、まあ別に、はい、大丈夫ですそんなに負ける気はしないです。そんなに気にはしてないですか。うん、どうですか。いや別にあんまり、なんかよくあの誰とやりたいとかよく聞かれるんですけど、本当に誰でもいいんですよね、うん、弱い方がいいですって感じです。いや、そりゃそうですわ弱ければ弱い方がいいなと思ってああ別に何だろう、特にないですね。
弱い弱い弱い、だからラッキー弱いやつとやって2回戦がこうラッキーパンチで勝った弱いやつと当たって、もう最後はボロボロのやつ当たりたいですよね、できれば。あの木田選手よくそういうこと言いますけど、はいはい、逆の目がよく出るなんて感じじゃないですか。逆の目がよく出るんですよね、これがまた。本当さ、俺くじ運クソ悪いんですよね。去年とかも最悪じゃないですか、俺。全然左と右全然違うじゃないですか、あんなもん。あれよくないですよね、本当くじ運悪い。そうなんですよ。去年運が悪かったですか。去年は、だからそれこそ本当2008年ぐらいから僕、うん、2008年は運が良かったんですよ、うん、それ2007年ぐらいにあの言われてて、2008年は運がいいと、うん、で2008年中に2009年は最悪だと、うん、すげえ言われてたんですよ、うん、それ言いましたし、僕その2008年ぐらいに来年は運が悪いんですよねって言ってたんですよ。占い師によった占い、何でしたっけ、六星占術ですか、うん、的な感じのやつ、うん、でも今年が十何年に一度の幸運期なんですよ。もうだから今年はだから本当はすごくいいはずなんですよ、うんうん、じゃあもうすごいことになって十何年に1回じゃん。いや、そうなんですよ。もう世界チャンピオンには思うじゃん。あ、そうですか。十何年に1回。そうなんですよ、ね、十何年、そうですよ。今年だから取りこぼしたらもうやばいんですよ、うん、ペトロシアンなんかやっちゃいますよ、この。いや、今言葉詰まってる。言いにくいんだ、あいつの名前。ペトロシアン。ペトロシアン。いや、でも、カナダさんも救って、なって。そうですね。そうなんですよ。私生活あんまうまくいってないからな。本当に。いいなぁ。十何年に1回。十何年に1回が運いいみたいですよ、今年。2010年。いや、これ、いや、今年逃したらやばいですよ、それこそ。なるほどね。十何年に1回ですよ。いや、でもまあ、本当ぶっちゃけな話でも、この、なんていうんですかね、こう、K-1 のこの、なんですか、この格闘技界の危機みたいなところちょっと あるじゃないですか、まあ、ぶっちゃけた話、まあまあ、ぶっちゃけた話じゃないですか、だから、まあ、それはまあ前からありますから、ね、前からありますから、まあそこだからやっぱり、まあ、今年ね、今年、まあ武蔵さん、正さん、まあ武田選手とか、まあ結構みんないっぱい辞めちゃったじゃないですか、だからそれこそあのなんていうんですか、戦後の乱世のみたいな時、うんうん、こう混乱期で結局伸びる企業と落ち込む企業ってあるじゃないですか、うん、伸びる人ですよ。十何年に一度の伸びる人ですよ、完全に。まあでも、あの逆、まあ、ピンチがチャンスとも言いますしね。そうなんですよね。誰がそのチャンスをつかむかですね。はい、なペトロシアなんか誰も勝てねえだろうとか言ってる時に勝ちたいですよね。うん、要は。なるほど、はい。勝っちゃったみたいな。そうですね。だからまあ結局マサさんはペトロシアとはやらなかったですけど、ね。逆にラッキーですよね、みんなね。残ってますからね。あ、そうです。そう見ますか、そっち側ですか。あ、本当ですか。ああ、そうか。だって彼がまだできてないことだから、もしペトロシアに勝ってしまったら、あ、なるほど、何もないじゃないですか。なるほどなるほど、日本人のやること、なるほどなるほどなるほど、まあ、悲願ですよ。そうですよね、ペトロシアンか、まあ、まあ大丈夫です、今年の俺なら大丈夫です。ペトロシアン、ペトロシアンぐらい。ペトロシアンはちなみにどういう評価をしてるんですか。いや、もうめちゃくちゃすごいですよ、ペトロシアンなんて。もうすごい、あれは相当すごいですよ。何がすごいですか。パンチですね、めちゃくちゃ重いですもん、だって蹴り並みのパンチ打ちますからね、あのスピードで。あんな点でこう打ってる感じでも強い。いやいやいや、点でじゃない、点じゃないですね。俺ミット見てましたけど、隣でバコン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 、ふんって言ってる。最後ふんって言ってました。ふんは関係ないじゃん。もうなんかそんだけ気合がめちゃくちゃ伝わってくるんですよ。じゃあなんかこう風圧じゃないけど、ものすごいパワーを感じたわけです。ものすごかったですよね、やばかったですよ、もう、はい。周りのちょっと岩とかこう浮いてましたよ、こうやって。浮いてない、浮いてない。僕とも現状がないんだから。すごいですね。そのぐらいの迫力あった。あぐりましたね、こいつ年下、ほんと3個下かよと思って。うん、3個下かな、3個下か4個下とかなんですけど。うん、なんもんですね。はい、あ、そうですか。パンチが強い。パンチが強い、ローキック強いじゃないですか。ローキックも強いですしね。ああ、まだ穴が見当たらないっちゃ見当たらないですよ。だってアンディ・サワーがこう2回負けてるわけじゃないですか。うん、まあ、ほとんど何もできなかったです、ね。何もできないじゃないですか。ああ、誰が勝てんだろうと思いますけどね。まあ、だからもう俺なんですよね。今ちょっとえって感じ。他人事だと思って、ね、忘れてました。まあまあ、だから俺になっちゃうんでしょうね。勝ったら美味しいですね。まあ、美味しいですよね。だから僕だから一発一応持ってるんで、もう一発を出しまくりますよね。だからもうそれこそ。膝蹴りなの、ハイキックだの、うもうバックハンドだの、もうなんかそればっか出してます。もう構えないです、もう。構えない構えないです、もう構えずにもうそればっか出して、どっか当たりゃいいなみたいな。
まあ、そのくらいじゃ成功法でいくとちょっと厳しいやん。成功法でいったら危ないと思いますよ。もうディフェンスもすごいし、まあ、俺最初医者だと思ってたんですよね本気で本当に医者だと思ってたんですよすげえな医者で格闘家かと思ってなるほどすごいなと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。例えば攻撃が当たらないとかっていう秘密は何かあるんですかね。どうですかね。なんだろう攻撃が当たらない、やっぱりサウスポーにやっぱ基本慣れてないっていうのももちろんあると思うんですけど、あ、日本人、日本人とか、まあ、もちろんオーソドックスの選手は、あんなに当たらないのもおかしいじゃないですか。目がいいですね、やっぱり。目がいい、見切る目がいいですね。やっぱりこうさっとこう避けるのもいいし、避けた後左ストレートもすごい伸びるし、右フックもバーンと伸びるし、攻撃した時にガードしながらちゃんとローも打つし、そうですね、あれは強いな。めちゃくちゃ分析してますね。いや、もう見ますよ、やっぱり。いや、なんかペトロシアンの動きをちょいちょいパクりましたけどね、やっぱり。やっぱり強い選手はやっぱパクりますよね。なるほど。なんだ、ミーハーバリに。バカオが出てきたらバカオの真似ばっかりするんですよ。サワが出てきたらサワのワンパンパンパンとかよく真似したりとかしましたけど。ここがやっぱり技術の進歩にね。まあまあそうですよね、そういうのありますよね、やっぱり絶対に。ペトロシアンの真似なんかできるんですか。できます、できます。できるんですか。できます。どこ。いや顔じゃない、顔じゃないです。しかも真似かどうかわかんない。ちょっとクオリティが低かったと。もうちょっと似ないと。もうちょっと似ないです。あんなギョロ目できないじゃん。髪チリチリにして。まあね、あ、それやってたら相手も何やってんだこいつって見て。でバコンって出てるんですね。